原小賀子は日本の女優である。本名は倉方小賀子、養父、独夫役で知られ、名護女優と呼ばれた。1910年2月26日、神奈川県横浜市沖縄町に生まれる。1924年、14歳の時に、松竹記念真下賀も撮影所に入社、同年4月10日に公開された枝正義郎監督の、落日の夢で、 主演の沢村白五郎の相手役としてデビューした。同年中に帝国キネマ演芸に引き抜かれ、同社の足や撮影所で制作した横山運平主演の嘆きの村と水島良太郎主演の愛するがゆえにに出ただけで、翌1925年には東亜キネマに移籍している。同社では紅葉撮影所から当人撮影所を経て、1931年に 同社が東勝映画社に、改祖されるまでに109本に出演した。同年、俳優の羅、角孝三郎と結婚した。1932年、夫で俳優の羅、角孝三郎と共に、東勝映画社を退社、福国映画社を設立、奈良県生駒郡南生駒村にある月型プロダクション設営賞を使用して、サイレント映画を散策制作するが、 同年中に宝塚キネマに移籍した。同社は1934年2月には解散するので、その後は、京都の渦政地区で、日活、市川歌右衛門の市川歌右衛門プロダクション、長田正一の第一映画、嵐勘十郎の嵐勘十郎プロダクションを、転々とする。同年、ラ・角幸三郎と離婚した。1935年11月、 牧野正弘の牧野陶器製作所設立に参加26本に出演した。同社が終演していく1937年2月の女左前第一編第二編を最後に同社から多くの人材が流れた日活京都撮影所に移籍した。これまではトップスターで主演作ばかりであったが、同撮影所では脇役に回り27本に出演した。 1940年からは、小竹下鴨も撮影所に移籍した。第二次世界大戦終了後、1949年、大英京都撮影所制作、木村慶吾監督の大江戸七変化に出演して復活した。1952年、恋プロダクション、新東宝提携、溝口健二監督の最角一大女に出演したのを最後に引退している。女優引退後は、 大阪の北新地で、クレーンという名前のクラブを経営していた。1968年12月28日、急性肺炎で死去した。満58歳没。200本以上の映画に出演した。お嬢、お吉出演時、満25歳。右が原、左は、梅村洋子。ありがとうございます。